スモモア族はスモモ、梅、アンズなどを含む、プルーニス族のア族である。果実はいずれも角化である。このア族の植物は、新芽では、先端の芽と側方についた芽が一つずつ離れていること、花が短い軸の先に1から5個のグループになること、実の側面に1本の溝があること、及び種が滑らかであることで、他のア族と区別される。スモモア族は3つの節に分かれる。 ブルームの実は食用で甘く汁が多い。生食のほか、ジャム等に加工して利用される。プラムには幅広い、様々な色と大きさがある。他のものより硬い果肉だったり、黄色、白、緑、または赤い果肉のものもある。同じく皮にも様々な色がある。プラムの絞り汁は発酵して、プラム酒にすることができる。 これを蒸留したるに詰めて熟成すると、東欧で、スリボビッツとして知られるブランデーになる。樽詰めの際に、生のプラムを一緒に入れておくのが伝統である。果実の風味と香りが染み出すことで、スリボビッツに、独特の味わいを加える。プラムはある、種の臨死芽の幼虫の餌にも使われる。今日栽培されているプラムの栽培品種には、以下のようなものがある。 早春に花が咲くと、プラムの木は花で覆われる。適切な条件ならば、花のおよそ50%が受粉し、プラムになる。開花は80日で始まる。気候が乾燥しすぎると、プラムは、ある段階から成長しなくなり、若芽の状態で木から落ちる。気候が出順すぎるか、実が熟して、すぐに収穫されないと、実に、カビが生え、着されと呼ばれる状態になる。 着されに毒はなく、感染した箇所だけを切り取ることができるが、こうした腐れを直ちに取り除かなければ、その実はもはや食用にはならない。ありがとうございます。